言語というのは人間が生きることそのもの。今我々が言語を使っているこの言語の正体は何だ。明日が上がるライジング。今回のテーマは言葉。ゲストは社会学者の橋爪大三郎さんです。第1話は近代言語学の父ソシュールのお話です。今回、言語について考えるというテーマで先生にお話しいただきますが、我々この言語について考える意義というのはどういうところにおありと考えていらっしゃるでしょうか。言語というのは人間が生きることそのもの、社会そのものなんです。ですから我々の中心的なテーマなんですけども、実は考えにくいところを考えるというのが、価値があるかと思います。後で出てくるソシュールっていう人がいるんだけど、ソシュールはこれがとてもうまくてですね、この分野でもチャンピオンだったんだ。とても若い時にの論文を書いていろいろ新しい発見をした。だから立派な言語学者でね、スイスの人です。ソシュール、フェルディナンド・ソシュールっていう人です。でこの人をね、今日は紹介するんだけども、彼の偉いところは、言語学ってこんな昔の言語の研究してていいんだろうか。そうじゃなくて、今我々が言語を使っているこの言語の正体は何だ。言語っていうのはどういうもので、どういう秩序を持っているんだろうか。これを解明しないでね、昔の言語の音韻がどうだとかそんなこと言ってる場合じゃないだろうって、こう思ったんですよ。それで彼は人生の後半をかけてこの問題と格闘することにしたんだ。それまでは系統を、過去の系統を、誰もそんなことやってない。なるほど。研究していた。だって言語系統があって、そんなこと何の役に立ちますか。やらないよりいいよ、やらないよりいいけど、我々の言語の本質に迫ってないわけだ。ソシュールはその今使っている言語の本質にもっと近寄りたいという思いで研究された方なんですね。そういうことだけど、難しかったな。難しくて、学生に講義をね4年間ぐらいやったんだけど、それで死んじゃって本は結局書けなかったの。でそれはもったいないというので、弟子たちがノートを持ち寄って本にして出版したんだ。でそれが彼の一冊の唯一の書物なんだけど、これが革命的な書物なんだ。その本の名前は一般言語学講義っていうの。一般言語学講義、一般言語学講義、フランス語で書かれていてね、クールドラングスティジェネラルというんだけども、これが岩波書店かなんかで翻訳されているんだけれども、読んでもわからなければ大変いい解説書が出ていて、それは丸山慶三郎さんという方が書かれたね、ソシュールの思想という本なんだけど、これが日本で一番わかりやすい、もしかしたら世界で一番わかりやすいソシュールの解説書だ。これで読んでわからなければ、なんでわからないんだと自分を呪いながら、もうちょっとわかりやすい入門書を見つけなさい。さてそこでの問題、言葉の意味は定義できるか。言葉はなぜ意味を持つか。言葉は必ず意味を持つでしょ。そうですね、意味がなければ言葉じゃないでしょ。おっしゃる通りですね、はい。言葉はなぜ意味を持つのか、意味は何なんだって。でちょっと考えるとですね、言葉は意味を持つのは当たり前だから、言葉の意味は言葉で説明すればいいじゃないかって思うわけよ。これは言葉に定義を与えるってことです。学問ってこういうことをよくやる。ところがちょっと考えてみるとわかるけど、言葉の意味を定義するってことは、言葉の意味を別な言葉で置き換えるってことなんだ。これをやるとね、なるほど分かった気がする。でも定義している言葉の意味はじゃあどうやって決めたらいい？なんかぐるぐるしてきました。そうするとまた置き換えるから結局ぐるぐるしちゃうんだ。しちゃいますね。小学生がね、字引きを引くと必ずやることなんだけど、はい、いろんな言葉を探してみるとね、例えば鼻っていうのは顔の真ん中で出っ張っているものとか書いてあるな。で顔って何かっていうとさ、体の上についていて目と鼻と口があるものとか書いてる。もうすでにぐるぐる回ってるわけだよ。だから言葉を言葉で定義するっていうやり方は必ずぐるぐる回りになるので、言葉が なぜ意味を持つかっていうことの回答にはならないんだ。そうしたら次の考え方はですね、
言葉は世界の中に根拠を持つんじゃないか。例えば犬がいるのでそれを犬と呼ぶ、狼がいるのでそれを狼と呼ぶ、こういう考え方だな。これもね、とても一見正しいな。一見正しいんだけれども、言葉を比較してみるとこれはあんまり正しくないってことがわかる。例えばある言語では虹の七色って言って、虹にね、色の名前がね7つついてるんだな。日本でも虹は七色ですよね、うん、ところがね、はい、アフリカなんかに行ってみると、虹の色がね6つだったり5つだったり。そうですか。同じ虹を見ている7つよりもっと多かったりするの。なぜかっていうと、虹の色っていうのはグラデーションでしょ。だん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 ね、あのこの色からこの色に変わってっていう風にスペクトルになってるわけですよ。それをどこでちょん切って色の名前にするかっていうことは結構いい加減なんで、ある民族は例えばブルーについてたくさんの言葉を持っていたり、ある民族は緑についてたくさんの言葉を持っていたりするわけ。それは生活の必要から来てるんだけど、つまりどうでもいいわけであって、色の名前っていうのは色があるから名前つけてるんじゃないんだっていうことが分かってくる。結論、言葉はなぜ意味を持つのか、世界の中に根拠があると考えられない。言葉の中に根拠があるとも考えられないな。いい、不思議でしょ。どうしたらじゃあ言葉ということを理解するんだろうって、また最初の問いに戻りますね。ソシュールはここで格闘したんだ。それで答えを出したんだ。ソシュールの答え、世界と言葉の中に一遍に意味が現れる。それが言葉の秘密だ。はい、どういうことでしょう。言葉ってできているのね、音でできているんだよ。まあ普通は音ですね。音でできているんだけど、音にはね区別がある。あいうえお、日本語だったらねこういうふうになってる。で K があるからかきくけことかだけど、よく考えてみると音は連続的でしょのはずなのに、それをデジタルにちょん切って数えられるものにするんだ。あと、いと、うと、えと、おみたいに音を分割する。で、これを使って対象を分割する。犬っていうと犬だ、椅子っていうとチェアだ。さて、犬も椅子もどちらも4本足ですよ。だけどそこが似てるだけで、あとは違うでしょ。犬と椅子を混同したら日常生活が成り立たない。日常生活っていうのは犬と椅子を区別するし、他のいろんなものを区別しているわけです。なぜ犬と椅子が区別できるかって、まあ話はややこしいんだが、簡単に言うと椅子と犬が違う言葉だから。犬と椅子は分かりにくいから犬と狼にする。犬と狼は見たとこ似ててね、知らない人だと区別がつかないな。でも言葉が違うでしょ。そうですね、明らかに違う呼び方しています。犬と狼っていうのは、うん、初めから分かれてるんじゃなくて、犬と狼を分けるのは人間の都合なんだ。犬は慣れていて人間に噛みつかないんだ。狼は野生で羊を襲うんだよ。これ区別した方がいいでしょ。だから人間の都合で区別する。人間の都合で区別すると、世界は言葉によって指し示されるたくさんのものから出来上がっていることになる。じゃあその言葉を分けるということは人間の都合によるもので、物が分かれているからではないという理解でいいでしょうか。そういうことです。人間の都合のことを恣意性っていうわけ。恣意性ですか。はい、勝手にそうしてるっていう意味だ。私の言い方だと人間の都合だ。言葉は人間の都合でできているわけであって、世界の秩序ではない、自然ではない。自然だったらばそれは人間の都合と無関係に、原子があったり分子があったり重力があったり電気があったりね、人間と都合の無関係な秩序でできているわけだから、もうそれは観察してね、実験してね、法則を取り出すしかないんだ。だけど言語っていうのは人間の都合でできているから、そういう方法では扱えないんだ。観察して実験してもいいよ。だけど
民族によって言語が違うんだから、その言語の一つ一つ、なぜ犬と狼が違うかとか、なぜ色が七色だったり五色だったりするのかってことを自然科学の方法では説明できないな。ここで言語っていうのは自然現象と違った現象だってことになったわけよ。これがソシュールの非常に重要な点ですね。というので、ここから構造主義っていうのが始まったり、いろいろするんだけど、現代哲学、現代思想はソシュールから始まったんだ。さて、結論として確認をしておくと、今の議論は正しいんだけど、問題がある。言語の科学的な研究は困難である。だけど困難であるってことが分かるってことはすごいことなんですよ。それまで困難かどうか分からなかったんだから。だから課題、チャレンジの目標が定まった。困難な理由2つある。その1、科学的研究の対象が言語だから、自然現象じゃないから。困難その2、科学するっていうのは言語活動だから。普通自然科学っていうのはね、科学者がいろいろ調べたら分かったことを論文に書くでしょ。学問、科学の最終形態って言語なんです。確かに。研究対象が言語である場合、研究対象と研究のアウトプットが両方とも言語なんだ。この関係はどうなっているのか、これがよくわかんない。そんなこと誰も考えたことなかったの。自然科学にはこの問題ないんだ。研究対象は言語じゃないから。言語を考えるっていうのは、この言語を考える困難を突破していくってことなんですね。はい。これで1回目を終了としましょう。チョムスキーっていう人、まあ天才だな。彼が出てきて、文法についての理論っていうのを初めて作り出したんだ。